ケンゴさんいいですか。あもう全然食べてる。いいですか。食べる食べる。僕はいつも食べてますか。ケンゴさん。あいつも食べてるのか。僕いつも食べてる。いつ食べてるんだよ。ほぼ毎日食ってます。すごいそんな。毎日食ってるの。さすがいただきます。美味しい。ありがとうございます。いただきます。いいですね。すごい弾力が。うわ。全然違うだろ。うまい。もうめっちゃ跳ね返る歯。跳ね返るべ。うん。飲み込めねえから。飲み込めねえよお前。飲み込めない。自分でも久々にこんだけプリプリなの食べたかも。そうだろ。うん。いやーすごいなこれ。けー。ありがとうございます。うん、うまいだろ。ケンゴさん食べて。食べてほしい。はい、あ食べます食べます。俺ら移動してケンゴさん食べて。ああ全然全然いいいいということです。いいねいいね。いいですか。いいいい。まだあるんでしょうだって。めっちゃあります。あとこれだってケンゴさん食べて。これ僕食べる。全部。かなりの量あるもん。すごい。これ何枚だ。まだハミあるけどもハミはちょっと血回ってるから置いてあるから。あっちね。あれはあれでまた使えるから大丈夫だよ。この、ね、跳ね返りがすごい。これ辺のやつはみんな握ればいいんだわ、うん、な、握るようにもなるからこれ贅沢でしょ。うまいよこれは。すごいな。よく持ってしてくれたな、うん、約束とはいえどもの男じゃの、T シャツまでね、いただいてね。しかもあれも奇跡ですよ。ローソンで会った次の日にもう入ってきたんですよ。あ、そうなの。ちょうどタイミング良かった。うん、ね。あ、そう。はい、あ、ケゴに電話してくれたの。で、それ。はい、連絡来ました。そう。キンキンに撮影お願いしますって言って。いつかなーみたいな。いつにしようかなーって。忙しいから。マジかーと思って。ケゴさん忙しいから。びっくりしたな、あんまり跳ねてな。あれ、あのまましてたら怪我したよ。皆さん、やばいな、これな。確かに、うん、いや、危ねえんだ。頭叩きたくなかったけどよ、引っかかったらもう大変だからな。伊田さんの手がやばい。そう、いたずらっぽい手が。あ、目か、あれは。知らなくてもいいわ。いつもの流れですね。全然知らないやつね。そう、小川智子の歌です。知らねえな。わかんねえ。わかんねえ。板さんの握るシャリの柔らかさすごい。出た。やっぱみんな言うんすよそれ。そうかね。すっごいパフは、うん、絶妙なんすよ。手にも、ね、手に持った時がもう。そうかね。今度手出せ握ってやっか。あそっちの手。え結構食べれればいっぱいな。お寿司ならな、はい、うわ一発で切れねえよこれ。包丁が切れねえのか。すごいな、プリプリだよ。プリプリだ。うん、うわすげえ。これお前握るんだからね。でか。止まってるだろ。出た、でか。食べないっすか。いやいや、僕はもう後からいただきます。もうないよ、お前の。あれ、うん、食べてください。いや、ほんとこれね、食べてほしいよ。いやいや、食わせないで。いいですか。皆さん食べないですか。いいですか。大丈夫です。まずはね、やっぱり持ってきてくれた本人に食べてほしいですね。すごいひらめだろ。こっちの生きてるやつはもう死んでるか。ホースでバチコン入ってました。バカって叩いて死んじゃった。死んじゃった。本当はそれが跳ねる予定だった。そうそう、頭叩かなきゃな。でもあれ頭叩かないと俺は無理。若い頃ならいけた。俺はもうバカしてるわ。まだビビだぞ。しなしなでしょ。それ。ピンポンってほっとけや。とんにくたらしいやつだろ、お前は。ビール持ってこいや。ここでビール飲まないと、お前。確かに。ここで飲まないとね。
やっぱ白身だから飽きないですね。そう、うん、これはこれでね、どん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 食べれるんだよ。これ油あるっていうならね。そうそう、シャリが全然違う。これでしょこれ職人用グラス、これダメよっ、知らねえだろ。え、新しいから、ほら、どうするのよお前。すごい、職人、職人だよお前。そどうだ、漫画じゃないんだから。確かに。いや面白い。ありがとうございます。参ったか。すごい、すごいだろ。いや嬉しいな、その風に。すごいな、これ売ってねえんだわ。まだ売ってない。これ売れないから。いや売れる。あ、今度健吾からもらって。僕からもらって。僕からもらって。まああげなさいよ。わかりました。はい。あげます。はい。いやいや全然。あげます、あげます。注文しておきますんで。いやマジ気づかないでください。あそこ今あるんだぞ、ほら、ちょっと見せてやって。他にも半端でねえから。いや本当すごっ。え？え？箸入れ職人用になってる。え、こんなんなかったじゃないですか、井田さん。本当よ。え、すごい。すごいだろ？それも T シャツも見てみようわ。ええー、すげえ。ちょっと待って、わけわかんねえから、お前健吾のやることは。お前ちょっと待って、健吾さん新しいのなかなか作ってるじゃないですか。ちょっと待って、カメラが早だから、ちょっと待って、なんでチャンブルまずい、撮影が。まあいいや、座れ座れ。足で下駄取った。なんでこうなったの。ああ、私なかった。おー、よかった、よかった、びっくりした、よかった、びっくりした、再会。休憩しないですか。そうだよ、俺は何してるんだよ。あ、これなんか邪魔くせものついてるな。マイクね、お前上から映すな。腹立つ。あ、出た。で、うわ、高価だ。いやもうだいぶ俺、だから食べさせようと思って置いといたんだけど、だいぶな。ホタテ、ホタテ食ってみろ。ありがとうございます。うわキラメもだいぶ食いすぎたべよ。いや、めっちゃ食いました。結構うまいけどな。もう十何貫くらい食ってます。どうもすいません。いやいや、逆にありがとうございます。すいません。いっぱいいただいて。君、いつも撮ってたんだ。もうどうも。さっきの若い子ね、あれ、お刺身ってイカしかないし。聞こえてる、聞こえてる、聞こえてる。あれ、北大の学生が来た。なんかねえかったら、いかだけしか。あれ、おかしい。これまずいな。これ、完璧カットのやつじゃない。いや、使います。北大生泣くぞ、お前。やばい。で、いかくて帰ってったべ。動画見れられないから、大丈夫か。まずいな。隠してた、いたさ。そんなにいっぱいあったんですか。うん、エビもな。うわうまそう。甘い。ボタエビ。これはうまい。え、ボタエビなの？え、ボタエビ。いや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 。いいですか、伊藤さん。いいんだよな、別に。足りてる？かっこいい。ご飯。まだ。今ちゃんとお前冷やしてから持ってきなさい。わかった。はいでしょ？なんか新しいコンビ。そうそうそう、新しいコンビ。え、ちょっと部下がいると思って最近入って言わなくなったんだよ。あ、この世界ではね、ちゃんとね、入って言わせないとな。すぐ生意気になるから。また始まる。はいでしょ。ここに来たらはいだよ。分かったじゃない、はいだろ。あれ分かったって言い方が突っ張ってるもんな。ダメだあれは。はいだよ。はいはいはい。あ、2回チェキねえな。あれは1回だ。そうだよ。いや、俺映さないで。俺まずいんだ。まずいのが。まずい。まずい。がっつり映ってましたけど。俺はまずいよ。いいんだ。ああ、いや、ありがとう。うん、ありがとう。うん、えらいね、君は。うんうん。はい、ありがとう。うん、えらいね。はいでしょ、はい。
味しいですよ。めっちゃ握ってくれましたね。でもお腹いっぱいになったわ。めっちゃ。お腹がすぐになった。はいでしょ。いやそれずっと言うじゃん。ずっと言ってんだ。いつまで続けるんだ。ずっと言ってんだよ。うん、いや面白いな、面白いな、いいな、なんかこういう会話ちょっといいっすね、うん、新鮮で僕もうまい。お食べろ食べろ、すごい新しい会ですね。それは見たことない。すごい新しい、新しくなるのもな、うん、うるさい。目立つな。俺が目立つんだから。わかったの。はいは、はい。これも食べてみでしたら、はい、ほな、じゃあ僕も、いや本当食べてください、はいはい。見せろ。すいません、刺身チョコ一つ。めちゃくちゃ量ありますよ。あるさ、お前ひれ、まだこれ全部そうだから。どうすんすかそれ。いやでこいつ食うから、こいいからこいつ、僕食いますから、バケモンだ。食います、お食べれ、はい、はい、ここにあるじゃん。え、なんか取ってきますか。いや、いいの、ここに残るんだ。え、そんな、それ食べれねえの、自分で取って。じゃあ、こうしますか。じゃあ、食べてください。いただきます、どうぞ、どうぞ。やっぱりな、やっぱりケンゴリアンが食わないとさ。いただきます。勝手に食え。ヒラメ、もうニョキニョキしてるよ、これ。もうよかったね。みんなプリプリだこれ。え？どうした？おいしい、イカさん。よかったな。うん。なんだお前、暑いのか？暑い。もう寒くないの？暑い。汗だくなってんじゃんお前。俺寒いのに。重いんだもん。え？重いんだもんこれ。重いの、うん、ガサイからだべや。3キロ、4キロぐらい。え、これで3、4キロある。マジっすか。なんかずっとダンベルずっとこうやってるみたいな。手プルプルするよ、ほんと。食べろほら。はい、な、はい。気持ち悪い、気持ち悪いのお前。いい、はは、い、流行りそうっすね。今度から使おう。うわ、これ美味しいわ。そりゃそうだよ。うわ、柔らかい。おいしい？おいしい。はいってやろ。はい。はい。お食べ。はい。うざい。しつこい。はい。憎たらしいのお前。すいません。俺だけだ。いつまで経っても58。お前出てるやばかった。カッ。おちょっとこれ入らないようにしとけよ。はいは？はい。うざいなこれよ。ビールすげえよお前。いいねそれ。いやめちゃくちゃいい。ありがとうございます。ありがとうございます。作りましたんで。皆さんはそっちじゃん。皆さんにあげたんだけど何枚。あれ？どこ行ったの？変だなだけど。いやいい。はい、やっぱり焦って言っとかねえとさ。いや板さんの寿司マジでうまいな。わざとでもいっぱい作らせようとしてるべお前。うん、回転寿司の方がうまいに決まってるべばやろ。でもね、本当に皆さんシャリマジで違いますよ、うん、あ、そう、ほらいろんな寿司、魚屋なんで食べてますけど、したらこんな人って寿司食いたいって来たらどうすんのよ。俺んところはお前天丼しか置いてないんだからね。ネタは任せてください。ネタな、ネタネタは任せてください。請求元あります。スポンサーつきました。つきました。やった。ただ調子こきやがって、ほんとに。ただ何、あ、ただでごめんなさい。体が持つかどうかってことそれ。もう少しで死ぬからお前、頼むぞお前。これで寿司握り始めたら、ほんと手回らない。回らないよ。スポンサーつきましたんで。だから、今度寿司の練習しよう。え、寿司教える。俺すか、うん、当たり前だ。誰いるのよ。天ぷらのやり方と、寿司をお前に教える。はい、やった。いや弟子決まりました。まず天丼の作り方教えるからな。いやいや、伊藤さんですか。そうだよ、天丼と天ぷらのやり方。俺いつもこの時間かもうちょっと遅くからしか来れない。大丈夫だ、お前のところに俺店出すから。あの近くに。どうだ、直営店ってこと。あのわけのわかんない、あの温泉あるじゃん、はい、あそこで天ぷらコーナー作ってお前がやるんだ。俺がやるの。天ぷらコーナー作って俺がやるんだ。そう、伊
長さんが作って。いや、そうそうそうよ、そっちが作ってね。したらバンバン来るぞ、お前札幌から。いや、まずいっすわ、まずい。それ、社長がいいよってやれば、お前。負けわかんねえから。え、2代目？二代目板さん？船に乗ってる暇ないから。いや、俺船乗る側じゃなくて買う側なんですけど。あ、か、あ、そう。買ってんの？そう、だからこれも全部漁師さんから買ってる。あ、そう。仲卸っていうか、その。あ、そう。荷主なんですよ。あの、なんだっけ、三上。そうっす、丸見三上。あ、すごい有名だもんな。全世界で。全世界。あんまりよくわかってないけど。そう。あ、そう。有名らしいっす。今度千代さん行ってみようぜ。いや今いろいろ。はいは。はいでいいんだから。それ忘れてるもんな。忘れてた。お前食え。はい。うん、はいは。え？これすごいなこれな。プリプリだもんな。まるでホッキみたいなもんだもん。いや確かに。みたいに分かるわけいいじゃんお前。はいはいは、はい、お前何食ってるか分かってんの。ヒラメ。違うよ。何これ。ホッキでしょ。おお、はいは、はい、バカじゃねえかお前。バカ野郎。すごい会話の気持ち。うーん、おいしい。はいは、はい、うん、それ以上はないんだから。うん、ホッキおいしいな。ホッキ出ないよ。あ、これない、あ、これないし。何も分かってないの。分かんなかった。俺も分かんねえよ。いつも、いつも分かんないし。分かんねえ。これ何よ。うん、ひらめき。嘘。おい、バカか。俺恥ずかしいよ。本当に北海道、同じ北海道人だってことが。そうだべ。あ、だべ。なんなん。ほんとだねえなお前は。あ、皆さん今何握ってんの。チンポに握ってるべよ。バカなこと言ってる。えタコ。あと握るとこなんかねえよお前。音立てりゃいいって。いいんだよ、うるせえ。はいわ。はいはいはい。よマジでよ。音立てねえとかっこ悪いんだからお前。面白いなぁ。ちょっと危ないよお前。うわぁ、危ないよ、危ない、危険だからね。面白いの。面白いっすよ、面白いっすよ。いや、そんな急に急にそんなテンションで面白いのってかっこ面白くねえべや。めっちゃ面白いっすよ。いいだろ今の。うん、ヤワさんが、うん、どうも回さないでにこの中途半端で握った感じがうまいんだよ。うん、分かるでしょ。おいしい。分かんねえだろ。うん、バーカまだもういいっすよ。めっちゃ、ま、本当に伊藤さん、まず、いや、味噌ラーメンでも食べるか。いやいやいや、締めのってことですか。締めの後の味噌ラーメン。お腹ないっすけど、それみんなの味噌ラーメンやったらバーッと、やっぱりラーメンの方がうまいよな。はい、それが最後のオチで。最後ラーメンか。なんでラーメンだ。やっぱラーメンうめえなっつって。うん、そうそう。お前ここで食べてねえだろ。食べてない、伊藤さんラーメン。究極のラーメン作ったんだ、これだ。うん。ただもうお前、札幌ラーメン、東海大ラーメン、旭川ラーメン、俺の方がトップだ。そこで？ん？職人？いや、職人って言わないけど。恥ずかしくていいねえよ。バカ野郎。ラーメン作ってたらもう怒られるぞ、俺。師匠に。これ、うまいから、これ。これ、最後の一品。あ、最後。いやね、なんとなく感覚でわかんないよ、うまいのは。いただきます。誰もお前に食えっちってねえよ、こっち。お前、変なやつだろ、お前。うん、うまい。最後の味しますよ。楽しいな、お前。食わしてんねん。横取りして食ってるぞ。いやいや。かわいいね。どうしてそんなにかわいいの。ねえ。みんなに言われない、かわいいって。言われないの。おかしいな。な、最後の一品。そうだったら、は、なんだ、はい、って言われた。おかしいな、お前、その、はい。おかしいな。お前、入って出てこないのがおかしいもん。確かに。いや、お前、かわいいのあったら、はいって言われた。こんにちは、かっこいいだろ。かっこいい、はい。かっこいい、はい。それぞれ横島だから。ちょっといらなかったか。うん、分かったよ。ちょっといらなかったか。うん、はい。はい。うん、よかった。素敵な言葉だね。そうだ。まだ食えるべ。
や食えないよ。食えると食えない。僕しか食えない。ほらうざみ。なんだ。ワンコ形式じゃないですか。なんぼでも食えるな。ワンコ寿司や。うまそうだ。ビールビール。うん。はい。うまっ。少しずつシャリちっちゃくしてるから食べれるでしょ、うん、そんなこと言ってまたもう一回いきますよ。いやいやお前にお前うるさいからお前も少し食えよお前。あ後から作ってくれって言ったら作りたくねえんだからな、はい、僕あの作る勢いっちゅうのあるんだから、うん、すごい。そう半身赤くなって血回ってんだよ、うん、彼はだいぶねだいぶそれでもまだ半身あるんだぞ。ほらまだ半身あるんだほら血な下ろし方でさバーッと血まったからそれでも美味しいよ。大丈夫だよ。いつなら俺より秀君より憎さらしいよな。だって飯田さん小さくていいって言ってたでしょ。え俺はな、うん、なんでそんな憎たらしいとか言って。いやお前手のでかいやつがアホに見えるんだ。かっこいいでしょ。かっこ悪いよお前。でも若い子にはあれだよ、背でかい方がモテるんだよ。誰が決めたの。かしばか世間がすごい顔してましたよ今。誰が決めたのよな。世間が決めてます。加藤ちゃんだって背低いんだぞ。加藤ちゃんって、うん、知らない。すいませんすいません。憎たらしいのお前。すいません。坂本九だって背ちっちゃいし今ちっちゃい人間言ったってしょうがないな。でも今 BTS とかみんななんかうるせえよカタカナわかるか。なわかるの。いやわかんないです。ほら見てみよ。カタカナわかんないから職人なんだよ。カタカナのわからないの、はい、気に入った。はい、カタカナわからないって当然、はい、それが職人だから。うん、なんだったら俺ら利用して買い付けしてたもんね。お前の分ないからな。もうないですか。いや ご飯切りだろ。お腹すいて。あマグロな。これ色変わったマグロお前に食わしてる。はい、お前なら何でも食えるべ。うん、お前言えへんうんねんの。はい、だって日村さんすげえ食いますね。これ何回目だろう。今度からうんでないの。はい、だぞ。はい、これ大丈夫かったらうんちゅうからな、うん、はい、だぞ。はい、そしたらお前世間の人間が返事の仕方が分かるんだ。うん、待ったの、はい、お前がお前リーダーにやってほしい。あ僕はリーダーに。はい、はい、何だお前その職人。ちょっとこっち来てみろお前。何だよその職人。職人よ。もう最悪だなお前。もうびっくりするからお前。ああ縁側ですか。もう縁側よ。うわ、いやこれな1週間前の縁側だからお前食え。はい、縁側うるさいわいちいち。うん、これなんで食ってもうまいんだ。だから言われるの、味分かって食ってんのかって言われてんのかな、うん、コメントでな。コメントで言われるの。コメントで言われるので、お前その時お前俺は職人よお前バカにしてんのかって言わないの、うん、無視してる。だって悲しくないし。悲しいことあんのか、うん、お前にか。笑っちゃった。そう笑っちゃった。汚いやつから食わすわお前。いらない汚いマグロ、うん、いただきます。うるさいなお前。お前今度自分で寿司握る練習しろ。確かに。なんで俺がお前に作んなきゃいけないのよ。腹立つな。何でだ。かわいいからよ。ありがとう。はい、だろ。はい、ダメだもん。感謝の気持ちを伝えたかった今、うん、ありがとうございます。違う違う、はいでいいの。はい、わかった。はい、それ以上のこと言うな。ありがとうございます。わかった。はい、うん、それが美しいだろ。うん、それに慣れてこいば。うん、うんでね。食え。はい、いやしばらくだから来ないから俺心配してたんだよ。いやめちゃくちゃ忙しくて。あ、そう。さっきやったり今だったらタラとか。あ、そう、うん、タラか。タラ、タチ、タチ入ってる。また持ってきますか。はい、やだ。頼むぞ。でかいのやっていいですか。タラが、はい、
このまた乗っかんなかったら、いや、もっとでっかいまな板用意してあるけど、はい、いいよ、いいっすか、の、立ち入ってんの十何キロぐらい、したら俺の体重じゃないか俺、初めてカウンター超えてくるヒラメ見ましたあ、そうって見ないっすよね寿司屋行ってカウンターからヒラメ飛び出てきたらもう結構びっくりしちゃいました。平気でもうちょっとこれよりでっかいヒラメ持ってくるんですね次4キロアップぐらいの勘弁してくださいよこのシャリいっぱい食べておいて、はい、いっぱい寿司で持って帰させないやるの。このお前俺逃げ方教えて、はい、自分でやらないとさばき方はできるんだろ。はい、できます、できます。完璧だよな。完璧だ。またいい男だもんな。いやいや、完璧だ。お前女にモテるべ。いくつだったっけ？まだ22だったっけ？うん、そう。うん、そう。負けた。だって伊達さんもね、俺58。違う、48だったやろ。あれ？本当か。俺の年を覚えるもんやろ。ごめんなさい、71歳だと思ってた。勘弁してそんなじじいやっぱり見える見えるしょうがねえな今一番、はい、職人よ。なんで職人、お前いつそんな背伸びたのよ。でもケンゴさんずっと俺顔見えてないですかお前しゃがまれて寝るんだよお前もうしゃがんでるそうやっと見えるんですよ。もうずっと見えてないですよ。ここなんですよもう俺これにゃ、これにゃ、ほんとはこれつけてこれつけてなかったのさ、お前、はい、器置くとこないから、まあ、うせやどうでもで、飯田さんに合わせるんだもんね、こうね。そしたら俺のお前、これでしょうがないべきちょっとこれだろお前もこう、下着からこうやってうまい場見ると、うん、あんまりかっこいい男でね。ありがとうございます。下から見たら鼻の穴しか見えねえしな僕もいつも飯田さん頭しかお前、かっこいいな。ありがとうございます。うん、目もいいし、眉毛もいいし、はい、鼻の筋もいいし、ありがとうございます。全部いいと思うよ。ありがとうございます。伊藤さんもうるさいわけやろ全部いいよ。ありがとうございます。もう背も高いしな、悪いとこなんもないよ。確かに、まあこれ以上言わねえ伊藤さんも素敵ですよ。髪型バシッと決まってて、背もいい感じで。うるさいバカにしやがってうわほんとは遊んでるんじゃないんだからこれ職人、職人の料理チャンネルだから。そうだよ、まあ、そうだよ。少しずつ片付けられる。お前いつまでつけとくのこれ。早く市民にしよう。ごちそうさまですって言ったのか。ごちそうさまでした。えらすまへん。ちゃんと俺が謝ってたからな、責任だ。よかった、ありがとうございます。あとは変なところカットしとけよお前。はい、わかりました。じゃあはい、俺が恥ずかしいんだから。はい、大変なとこ映ってるべ。終了ですか。終了です。終了しないと大変だからな。止めろ早く今日はスッポンやるから。はい、スッポン。今日はもうあの拳軍団で、拳軍団で宴会ということで。おっ、首いっちゃう。うん、首いっちゃう。ちょっと待って、よいしょ。ほら完璧でしょ。どうやって噛む？こうやって噛むんだよ。信号みてえだな、ほんとほら、自分でお前、いいや、お前はなんだ。まあ、とりあえずここで一発カットでねえか。一発カット、はい、できましたよ。天ぷらなんか、お前、素手であげるもんだ。あっち火が上がります。あっち熱いじゃん。100度あるのか、これ。熱いじゃん。くそ、腹立つな、この野郎。